またここか。サイコブレイク2014年ベセスダソフトワークス、どうもアラヤンです。さあ今回も行きますよ。難易度悪夢を何回死んでも突破するやつやっていきたいと思います。いや本当にね普通に死ぬからなセバスチャンの式ね。とりあえず向かうのはセーブポイントの方ですよね。他にアイテムなかったっけ？あ、間違えたわ。他は何もないかな。ここは俺に必要な場所なのか？必要な場所なんですけどね。ずいぶんお久しぶりですね。こんにちはっす。これよく考えたらセーブポイント入らなくてよかったかな今セーブしたところですもんね。こっちじゃなくてアイテム取って引き返す感じか。こっちね。あーここか。フラッシュボルトを準備しとこう。透明のやつが襲ってくるところだよな。アイテムここですよね。マッチ拾ってジェルね。ちょっと画面暗いけど勘弁してくださいね。この辺来たはず。まだ来ない？あれ来ないな。ここじゃなかったっけ？来たな来たな。来たぞ。来た来た来た。よっしゃいけ。よし透明の敵1人目。こここいつらばっかりいっぱい出てくるところですよね。ここは確かジェルがありますよね。こいつ拾ってあとはこっちか。トイレの中ですよね。ここにもジェル。また透明の敵いっぱい来るよね。はい、そこにいるのは女神像を持ったネズミさんですよね。はいよリロード。一つフラッシュボルト作っといた方がいいっすよね。足りなさそうだから1個作っとこう。 OK フラッシュ持って鍵は拾うぞ。向かうのはこっち。はい、さあこの向こう来ました来ました来ましたよ。はいよ1人目。 OK もう1人来たかな。ジェルはゲット。もう1人は向こうから来るんですけどね。こっちから行かないと来ないか。ここよし倒した。 OK な。ふうもう1人ぐらい来るはずですよね。こっちだっけ。じゃあこの向こうだな。カードキー取りに行きましょう。カードキーね。ここにはジェル。ショットガンは今もうリロード済みですね。持てないやつな。それからこっちはジェルね。病院のカードキーゲット。じゃあこれ持って戻るぞ。戻る途中に出てくるんだったよな、透明なやつな。来ましたね、来ました来ました。あ、間違えた間違えたわなぜかマッチをやっちゃった。ちょっと待て、これやばいやばいやばい一撃でやられるね普通に死ぬよね。なんで間違えて×ボタンを押したのか自分でもわかんねえ。ってことで透明の敵が出始める手前からかな、さっきのとこまで飛ばしましょうか。はい、ってことで病院のカードキーを取ったところからやり直しね。最後の透明のやつを倒すところからですね。今度はボタン間違えないようにな。来ましたね、来ました来ました。よっしゃいけ。ふう、これで透明のやつは全員排除ですよね。こいつからもジェルいただいて戻りましょう。この向こうなんかアイテムありますよね。ショットガンの弾か、いらんな。戻るのどっちだっけ、こっちか。ここですね、病院のカードキーオープン。よし、そこの棚からジェルをいただきましょう。おりゃ、こっちもいただいて、で次はどっちだったかな、こっちかな。ルビック、ここはどっか行くだけだよな。オープン。ハンドガンの弾特にいらないか。じゃあ今度こっち、この扉の向こうか。謎解きのところですよね。こっちからだっけ、こっからか。ここほんと意味わかんないですよねはい、とりあえず一つ目は左ひまわりね。さあ次の部屋行くぞ。さあ二つ目の扉、ここも左ですよね。ここ箱潰してジェルゲットな。オッケー、戻るぞ。で3つ目の部屋、ここだけスイッチは右ですよね。ジェルゲットね。ここになんかテープあります。意識の同化に起因する最も初期の自覚症状は脳幹に鋭い痛みである。4つ目の扉来たぞ。段階を脳幹血管が出血する。自我の喪失に。さあ行きましょう。強い自殺衝動。テープがずっと喋ってますけどね、追っていこう。ここでジェルゲット。さあ扉の向こう側、ジョセフ。一旦彼置いといて先に敵を処理しに行きましょうか。治療をお願いします。よし、じゃあ敵を倒しに行くぞ。向こうにいてる敵をとりあえず呼び寄せて、引きつけられてるか。足音がするな。来たぞ。よし、燃やす。さよなら。これでこいつは倒した。奥のやつらは起きてないかな。大丈夫っぽいっすね。こいつらが起きてきて追っかけてくる時があるんだよな。追っかけてくる時とそうじゃない時の違いがよくわからん。とりあえずこっちに呼びをしたらあんまり起き上がってこないっていう話なんだよな。さあアイテム取ってジョセフを回復しに戻りましょうか。ちょっと待って、ここ棚かなんかあったかな。ありますね。何もアイテムねえわ。オープン。さあジョセフ戻ってきたよ。じゃあジェルいただいて回復ね。生き返れ。助かりました。どういたしまして。じゃあ行こうかジョセフ。早くここを出よう。そうそう、その通り。こんなところに長居したくないよな。ハンドガン弾ゲットね。補充。あ、起き上がっちゃったかな。起こしちゃったわ。あそこの音で起きるんだったっけ。しまったな。起こすんじゃなかったな。こっちから拾ったらよかった。追い抜けられる。普通にやられたね。今度起きてきたな。これがよくわからんのだよね。起きてくるときとそうじゃないときの差。今度来ちゃってますね。しゃあないからここで燃えていただきましょう。みんなね。さあみんな来てみんな来て。はい、みんな燃えてくれ。ふう。全員燃えたかな。外が騒がしくなくなったから多分大丈夫だと思うんだが、もういないね。動いてきてない、動き出してないやつとかいないよな。一応確認に行くか。多分5体全員起き上がってきたと思うんだが、4体かな。そうですね、いませんね。よし、そしたら晴れてジョセフを回復しに行こう。あいよ、助けに来たよ。これで戦います。オッケー、行こうぜ。早くここを出よう。その通りその通り、本当に。またやられちゃうからな。ハンドガンの弾を補充しなくても、まあこっちのハープーンを補充したら大丈夫でしょ。これはもらっときたい。 OK。 アイテムはここにハンドガンの弾ゲットして、こっちにジェルですよね。これはゲットしとこう。さあ行くぜ。今度は階段の下な。ここは何もないっけ。何もありませんね。手慣れているようですね。爆弾をこんな風に置くとは。やれるか。下がって解除してみます。はい、どうもありがとう。じゃあ奥行くぞ。この襲われるシーンはスキップできないんだっけ。とにかく抜けましたね。ここから脱出する。この場所は普通じゃない。ジョセフもだいぶ普通じゃないけどな。今度はこっちな。長いはしごを登っていくところですよね。さあ登りきったぞ。ここは何か ありましたね。ボルト拾って、あとはセーブポイントかな。ここは何もないか。行くぜセーブポイント。どうなさいました？とりあえずロッカーのアイテムをもらいに行きましょうか。鍵を何個か拾ってきてるはずだからな。次開けんのはここか。ジェルゲットね、いいな。それから上、もう一つジェルゲット、これもいいですね。5000ジェルで、真ん中手榴弾持てないんでしたっけ。フリーズボルトか。また意外なもんここで手に入りますね。今いらんかなとりあえず使いどころないですね。さあそれから今日かな。とりあえず今回アップするのは所持数ですね。ハンドガンの弾の所持数をレベル2に、それからショットガンの所持数もレベル2に上げとく。であとはボルトを、ショックボルトをレベルアップ。こいつはこれから使っていきますからね。レベル3にアップしときましょう。それとフラッシュボルトもレベル3にアップな。こんなもんかな。さあ戻ってきたぞ。敵がいっぱい集まってくるところな。とりあえずここのアイテムは拾ってボルト準備しときましょうか。とりあえず使うのはショックボルトが足りないショックボルトは2つ。それからフラッシュボルトも2つ作りましょうかね。セットしとくのはフラッシュボルト。よし、行こうか、ジョセフキッドマンが捕まってますね。さあ行くぜ、敵戦スタート。ジョセフ、無事か？ええ、平気です。こっちで援護してください。待ってろ、今行く。とりあえずまずそこにフラッシュボルトでショックボルトをここに1個、それからそっちにも1つ設置。 OK、 もう一発フラッシュボルト。 OK、 ちょっとやばいな、手前のやつしか止められてない。これ非常に良くない感じ、良くない感じだぞ。良くない感じのやつだな、これは。大丈夫か、倒せるか怖え。敵が来ます。知ってるよ、知ってるよここ難しいよね。やばい、向こうから来てるわファイヤー。よし、ジョセフがやられたねこっちも来る。ジョセフが死んだなよし行くぜ。まずはフラッシュボルトであいつらの動き止める。次はショックボルトをこの辺に設置。それから向こうにももう一つ設置ね。この辺でフラッシュに変えて動き止める。よし、こいつ倒したか。危ない危ない。こいつ1体倒すね。もう1体は倒せるか。いった、よし。やばい、ショックボルトかかってる。いけ、急げ急げ、燃やせ。間に合ったでしょう。1人逃してる気がすんな。今度こっちのやつらね。よし、全員引っかかった。今の間に燃やせ。やばい、来てる来てるやめろ。まだなの？こいつも燃やして、もう一体はそこか。よっしゃ、これも燃やせ。急いでお願い。行ったでしょ。次はどこ？そっちか。分かってるよ。行け、自爆。次上かな。こっから来るやつですよね。来ない。こっちじゃなかった。多分ここだと思うんだよな。だよな。任しとけ。任せろ。もう一陣来るよね。待て、出てこないぞ。それはまずい。倒したかな。やばい、来た来たわ。それあかん、それあかん、それはあかん。どっからだよ、どっから。上から敵来るところから。上からっぽい。まずい、間に合うか。まずいまずい、間に合ってない、間に合ってない。マインボルトでぶっ飛ばせ。いったでしょ。いったな、いったいった。ダイナマイトこっちからだよな。任せろ。よっしゃ、倒した。やったな。次はこっちだったかな。まだいるようですね。やった。この中のジェルは先にいただいといて、確か外出たら急に敵来るんですよね。ジョセフ回復。あ、どっかいた。やばい、来た。燃やしに行くぞ。燃やせ。よし、全員いった。ジョセフ大丈夫かな。体力少ないの心配だな。あいつらは勝手に死んでいくからね。この辺のアイテムをゲットしときましょう。さっきどっかに斧ありましたよね。斧、斧は欲しいぞ。これか。斧ゲットね。これで終了かな。こっちは何もないか。危なかった。これ見てもらえますか。ちょっと待って、先に下に落ちてるアイテム拾うから。ここにジェルね。それから向こうの部屋の中にも確か弾薬とか落ちてますよね。こっちな。ちょっとショットガンを予定より使ってしまったところはありますが、リロードだけしとこう。よし、斧拾って、ここはボルト。注射器はいらないよな。他何かアイテムはここにはない。で、向こう側はここに箱がありますね。特に何も入ってないかな。ランダムアイテムですからね。この辺何もなかったっけ。何もない。ハンドガンはもう持てないでしょ。それからこっちにマッチが落ちてる。マッチはゲットね。向こうはハンドガンの弾か。これはいらんな。ここにジェルね、ゲットしといて。こっち側にも箱がありますね。ここの中はジェルゲット。こんなもんかな。向こう側の道端にジェルが落ちてますね。これね、これも拾っとこうか。アイテムはこんなもんかな。ここの手榴弾はもう拾えないよね。じゃあトラップを解除しに行きますか。これは開けられません。別の操作パネルがありそうです。もう時間がない。ケーブルの行き先は俺が行く。指示してくれ。任しとけ。よし、行ってくるわ。とりあえずこっちね。この奥ですよね。ここぶっ壊して、向こうから来るあいつ。やばい、ダイナマイト火つきやがった。こいつはぶっ飛ばして、でこの先は右向きながらこっち行く。敵が左からやってきたら抜けていく感じで。来た来た、抜けるぞ。こんな感じね。分かってる分かってる分かってるよ。到着。パネルを見てください。同じようなダイヤルがあるはずです。なあ、上下に2つある。じゃあ上のダイヤルを22、下を5に合わせてください。任しとけ。トラップ解除成功して穴の中に落ちていっちゃいましたね。ジョセフを追いかけましょう。あそこのダイナマイトの敵なんか知らんけど攻撃してこないんだよな。はい、鍵ゲット。あとは戻るだけかな。どっかに斧落としてるやついないかな。斧欲しいな。大丈夫か？今行く。斧が落ちてる感じはないですね。じゃあジョセフ探しに行こうか。結構高いけど大丈夫なのかな、ここ。どこに行ったんだ。こっちだったかな。壁抜けたところの松明は拾っていきたいよね。斧がなかったからこいつは拾って走っていくぞ。無視無視無視だ無視だ。よし、敵は掘って進ん、あ、落ちちゃった。掘って進んでいって、ここでジェルゲットね。それからまだ向こう側かな。ジョセフが戦ってる。とりあえずここのアイテムだけゲットしてすぐ向かってあげましょう。さらに下に敵倒れてましたっけかね。ですよね、追ってくるんだよな。こいつ燃やして、そっちも燃やして、よし倒した。それからこいつを松明で燃やす。あとはこいつら適当にぶっ飛ばして燃やしましょう。はい、さようなら。もう1体いてる。こいつも燃やそう。さようなら。オッケー、リロード。ジェルゲットね。回復しましょう。回復。どっか行くなよ。回復してるんだからどっか行くんじゃねえ。よし、予想以上にショットガン使ってますね。行こうぜ。向こう側からロックされてるみたいね。セバスチャン、2人で持ち上げればヒットがくぐって向こう側に行けるかもしれません。頼んだぞ。分かったわ。あとはキッド待ちですよね。こっちにキッドが来るの待つだけ。あ、もう来た。開けてくれ。行きましょう。どうも。行こうぜ。このともかく2人とも無事でよかった。奇妙ですね。捕らえただけで殺さないっていうのは。彼は脅威とみなさなかった。彼来ましたよ、ルビク。捕まったな。ここでは死なないんだよな。ステージだったら一撃で即死するんですけどね。おかしいよね。またあのドアか。まあここでオートセーブ入ってるんで特にセーブはいらないんでね。アイテムあったかな。ここはアイテムはないですね。いらんかな。奥行こう、奥。こいつはくぐり抜けていきましょうかね。さあ手榴弾の出番ですよ、手榴弾。この辺かな。倒したよな。オッケー、倒した倒した。倒してないわ。はっはっは。走り抜けろ。ぐさっとね。さっきのやつはまだ来んのかね。まだ生きてるよな。やめとけよな。生きててほしくなかった。当たらない。マジ当たんなかった。今びっくりした。これで終わりですよね。手榴弾を耐え抜くとはね。はいよ。あとはここの中のアイテムゲットね。箱もぶっ潰して何も出ないか。それからここの棚、ハンドガンの弾補充で、はしごの向こうだよな。よっと。トラップ作動したら一気に向こうまで走り抜けて、しゃがんでスニーク。なぜ見つからないか不思議だが、これで倒せちゃうんですよね。でショットガンの弾ゲットね。あとはこの上のアイテムだけゲットしに行きましょう。まずは箱かな。何も出ない。4箱あって何も出ない。で宝箱、こいつは罠ありだよな。怖い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 っす。めっちゃ怖い。オッケーオッケー。解除した。前回死んでっからめっちゃ怖いっすね。フリーズボルトゲット。それから向こうの棚ね。ここはジェルね。あとは戻るだけかな。今度はこっちの奥ね。さっき倒した敵がいてるところ、なんか落としてんな。ハンドガンの弾か。ここも確かアイテムマッチゲットね。この先絶対いるやつな。ここなんかあったよね。さようなら。ここはトラップツール。こっちはジェルな。これだけでしたっけ。他には何もないかな。他は何もなさそうね。奥行きましょう。嫌なところですよね。ついにラウラさんと戦う時が来ましたね。来た来た来た。逃げろ逃げろ。とりあえずチュートリアル。ここで燃えてくれるんだよな。追いかけてきたか。よし燃えろ。ラウラさんは火に弱いってことが分かりましたね。あ、いった。火当たったわ。あ、ここからか。セーブポイントのところまで戻されるわけですね。まあそんなこともあるかな。しゃあない。全部やり直しってことか。またさっきの火に当たってやられるのは嫌なので、念のためセーブしてからこっちまでやってきましたよ。ちゃんと火が消えたのを見てから進もう。火に弱いのか。これで大丈夫でしょう。あとはこの中のアイテムゲットね。まずはここにツールがあって、こっちにジェルね。それからこの中にカラスかな。女神像を持ったやつね。任しとけい。この辺かな。はいよ。さようなら。鍵ゲット。リロードだけしといて、あとはラウラさんだよな。あ、ここにもアイテムかな。注射器か。いらねえ。さあ、じゃあラウラさんと戦いに行きましょうか。順番に燃やしていくだけなんだけど、死にがちな場所ですよね。戦闘開始。まずは一つ目の死体へ。ここですよね。燃やせ。次はこっちだったかな。来た。燃やせ。オッケー。2つ目。次向こうね。いけ。燃えろ。燃えましたかね。燃えましたね。次は階段の上だったかな。この奥のやつかな。いけい次はこっちだよね。なんでこんなところにいてんの。ちょっと外に出てんじゃないの。で今度この向こう、こいつ映ってくるかい。まだか。いった、後ろから来たわ若干死体の位置おかしくなかった。さっきの焼却炉の中にいてるはずなんだけどな。ってことで再戦ね。まあ、ここは別に問題ないわけですよ。こいつは一発燃やすだけでしょ。でこっちにダッシュして松明拾って出てきたら燃やす。これでいいわけだよな。で次こっち出てくるから、ここもレバーで待機して燃やすだけ。やばいやばいやばい、それはやばい。一応燃やしとくけど焼却炉が焼却炉がダメだった。間に合うか、間に合え。よし燃やしたぞ。次こいつだよな。そう、本当はこの中にいてるはずなんだよ。ここにいるはず。燃えろ。よし燃やした。今度こっち来るはずですよね。来ましたね。ここで燃やす。で燃えてる間に上に行って、ここの焼却炉のレバーをオン。燃やしたよな。やばい、こっちから来た。映ってきて出てきて松明で燃やす。蹴ってる場合じゃない松明だよ。なんで蹴った今。さあここから松明で燃やせ。よしで登るんだ。間に合うかな。ここで焼却炉を間に合わせたい。多分間に合ってるでしょう。悲鳴が聞こえてる。違う、これ拾わなきゃ。やばい、間に合うか。よし倒したかな。倒したねやってやった。順番に燃やしていくだけなんだけど難しいよねここ。よし8000ジェル。ここにショットガンの弾かな。リロードはされてるな。あとはここに箱、ジェルゲットね。よしあとはもう楽勝でしょう。クリアできると思うんだよなこの向こう行くだけ。とりあえず箱は潰して何もないかな。ここにマッチですよね。拾って奥行きましょう。ここショットガンもいっぱいかな。今もう持てないですね。とりあえず今の間にここにショックボルトを設置しとくぞ。この辺かな。脆弱性が示されている。何年も探してきたものがお前だったとは、すぐそばにいたとは。まだかな。早く来いよ。間違いない、こいつが適合者だ。適合者だレスリーだよな。わけわからない脳のシンボル。これは何だった。さあ出てくるよね。とりあえず左のやつをぶっ飛ばそう。あいつはショックかからないからハープーンボルトでドーン。オッケー、引っかかってない引っかかってない。こいつ引っかかってくれよ。よしまずは1人、それからこいつも。これで2人ね。もう1人はあっぶね、危なかった。まだか。やばいやばい、どこいるめっちゃ追いかけっこ。よし抜け。オッケーオッケー。ショットガンの弾拾いたい。無理かめちゃくちゃショットガン無駄弾使ってんな。よっしゃ、やっとチャプター5クリアだ難しいな、ナイトメア。先がめちゃくちゃ思いやられますけども、なんとか敵が集団でやってくるところも突破できたし、最後のラウラさんも華麗に突破できたんじゃないでしょうか。かなりやられましたけどね次回はこの続きチャプター6からやっていきたいと思います。めげずに頑張っていきますんで、応援よろしくお願いします。じゃあ今回はこの辺で。この動画をここまで見てくださった方はチャンネル登録と高評価ボタンを押していってください。また皆様からのコメントが励みになります。ぜひよろしくお願いします。ではでは、お疲れ様でした。